はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルフィッシュです。では今回は帝族の決断法パープキットを続きをプレイしていきましょう。大本営からの作戦目標希望法、ここの攻略を行っていきたいと思います。希望砲にはヤマトをはじめとする第三艦隊、ここは正規空母3隻に軽空母1隻で、第六艦隊、これが山口さんも率いる艦隊で、正規空母4隻ですね。さらに第八艦隊、これ山本五十六さん率いる洋上基地型の空母4隻、これらを投入していきましょう。まあ、希望砲はね、無難に落とせるかなと思うんですが、おっとここはまたあれだな、敵のスパイが途絶えちゃってるな。了解了解。まあ希望砲はね、ご覧のように岬になっていて、どこに飛行場があるかっていうと分散はしていないので、まあ、割と見つけやすいかなとは思ってます。ちょっと雨が降ってる間やることがないので、時間を早めちゃいましょうか。まずは一つ敵の基地を発見ですね。これが第二飛行場となっているので、まあ、第一飛行場があるのは間違いないですね。あとは敵の飛行場から出てくる航空機よりも先にこちらが潰したいけど、敵の爆撃機が出てるな、攻撃機も飛んでる。さらに別の飛行場からも攻撃隊が出てるね。まずは第二飛行場を攻略。魚雷一発で沈むで、駆逐艦は。やっぱり今後は空母の随伴艦は駆逐艦ではなくて、巡洋艦をベースにした防空艦をベースに組み立てていく必要がありそうですね。あと本当に楽しみにしているのが PS2 版の帝徳の決断のプレイ。もう PS2 は手元に届いたのでいつでもプレイできるんですけど、ちょっとなかなかね PS2 を箱から出して、テレビにつないでって、まあ、そんなに、労力がかかることではないのはもちろん分かってるんですけど、なかなかね、楽しみにしてると口では言いながらも腰が重いなというところがあるんですが、そうは言ってもね、キンキンでプレイの方はやっていきたいと思いますんで、でそれはもう本当に回線をね、じっくり干渉するっていう、そういうプレイスタイルもいいかなと思ってますんで、
さあ希望砲はあっさり取りましたね。そしたら希望砲からですね、傷ついた艦艇がいる第6艦隊だけ一旦マダガスカルに戻して、ドック入りの後を再び希望砲に戻しましょう。希望砲で艦隊を駐留で、一方ジブラルタルの方は艦隊が修理が終わりましたね。なので、艦隊の増強に入っていきましょう。で、メキシコの方はというと一通り艦隊は揃いましたね。第5艦隊の方は武蔵を機関に据えて、艦載機配備していきたいところですが、水蒸気が全くないんでその配備ができないっていう状態に追い込まれてるね。となるとだ、今回兵器開発、まあ艦型の開発はやらないにせよだ、生産で艦上タイプのものをちょっと入れてあげる必要があるかな。で生産の方に入っていきましょう。まず航空機の方ですね、まだ新しい新型の開発が終わらないので当面の間は既存機をベースに作っていかざるを得ないかな。アルミが本当に足りない、アルミが足りなすぎるな。で、艦船の方は防空艦ですね、これをやっぱり大量に必要なんで、さっきの戦いで見てもらった通り、駆逐艦をベースにした防空艦は沈むのが早すぎるんで、ある程度耐久力のある重巡洋艦をベースにした防空艦をこれからは配備していきましょう。で、視聴者の方から教えていただいたんですけど、日本の重巡洋艦は魚雷が搭載できるということで、まあ砲撃戦はねあまり期待してないんですけど、雷撃戦を展開しに来た敵のね、艦隊、これは叩けるんで、まあ安心材料にはなるかなというところですね。ただ爆雷は搭載できないんで、重巡洋艦をベースにした防空艦だけで固めると敵の潜水艦に接近された時に、まあはっきり言って何もできないということになってしまうので、そこをカバーするための軽巡洋艦をベースにした防空艦ですね。これも、まあある程度バランスよくですね、配備をしていくと。で、敵の潜水艦がいる場合はこの軽巡洋艦の爆雷装備で敵の潜水艦を沈めていくというね。だから本当に砲撃戦は空母艦隊は期待できないんですけど、あとまた PS2 の提督の決断の話をしておくと、ちょっとプレイのコンセプトを変えて、例えばね、干渉するのを基本にしていきたいなと思うので、まあ、例えば空母赤城戦記みたいな形で赤城をずっと見ていくとかね、そういうプレイ、もしかしたら視聴者の方はそんなの必要ないっていう方もいらっしゃると思うんですけど、そういった
鑑賞用プレイみたいなものもちょっとやってみたいなというふうには思ってます。さあでは、艦隊の動向を確認しておきましょう。まず第一艦隊ですね。第一艦隊はこの後ジブラルタル、ここに移動中になります。いや待って待って、第一艦隊ジブラルタルに動かす必要ないよね。メキシコにいようよ。何を間違ったのか。で第二艦隊も同じここにいていいよね。で第三艦隊は今希望砲、第四艦隊も希望砲、第五艦隊はメキシコにいますと。で第6艦隊が希望砲、第7艦隊はジブラルタル、第8が希望砲、第9が日本近海ですね。これは日本近海からジブラルタルへと移動しましょう。で次の作戦目標だよね。どこにするかなんですけど、一つはカリブ海とペルー沖、再び戦域をアメリカの方に戻したいなとも思うんですが、どっちがいいのかな。アフリカの西海岸、ここアルミがむちゃくちゃ取れるんで、このアルミを狙いに行くっていうのも手なんですけど、艦隊戦力がちょっと足りないよね。今だともう完全にイギリスとアメリカ二正面作戦をしてるんで、主力艦隊をまず二手に分けなきゃいけない。で、二手に分かれた、その主力艦隊をさらに二手に分けなきゃいけないっていうことで、戦力がかなり分散してしまうかな、というところがあるんですが、戦域を、アメリカ戦に舵を取るか、イギリス戦に舵を取るか、まあ、ここはやっぱりイギリスだな。ほっとくとドイツが降伏する可能性があるんで、アフリカの西海岸、さらにはカナリア沖、カナリア沖おいしくないけど、この2つを取りに行く。でそうなるとジブラルタル、ここの艦隊を動かすしかないな。クリタ艦隊ですね。クリタ艦隊を一路カナリア沖へ。まあ、戦力を分散することになりますけどね。で、希望砲からは、イソロクさんの艦隊。これをアフリカ西海岸へ、それぞれ動かしましょう。まあ、敵の艦隊はいない想定ではいるんですけど、索敵をしてないというかスパイを入れてないんでね、実際のところがわからない。おお、ちょっと待ってくれ。敵の艦隊がいる上に飛行場も2つはある。まずいぞ。ちょっと時間を戻しましょう。戻しましょうというかスピード変えましょう。いや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 って感じだな。完全にやられた。しかも敵は主力の戦艦部隊もいるし、飛行場もミニマムで2つはある。いやー、やられた。完全にやられたな。いや、飛行場は1個か。どうだ、少なくても空母はいるね。この辺りもちょっと僕自身も混乱してるな。完全に油断してたからな。
洋上要塞空母が沈むのか、違う、洋上基地型空母だね。洋上基地型空母が初の撃沈か。いやー、敵の攻撃機も出てるしね。いやー、洋上基地型空母が沈んだな。敵の基地は2つ。ダメだ、撤退しよう。いや本当にまだまだちょっと余裕出てきたかなと思ってたんですけど、全然ですね。いやー、まさか洋上基地型の空母が撃沈されるとは思わなかったな。カナリア沖、いさらにジブラルタリに敵の艦隊か。了解。いやー、飛行場に飛行機まだ配置してなかったよ。この辺りも完全に見透かされた感あるな。いやー、それにしてもドイツ軍もちょっと動かしてほしいよね、艦隊。敵の偵察機の動きを見るとこの辺りにいますね、敵の艦隊は。敵の艦隊から出ている偵察機の戻るの場所を確認していきましょう。早いね、敵の爆撃機飛んでくるの。洗練されてる感じがするな。アメリカ軍か。まあそりゃそうだよね、ジブラルタルは取り返したいよね、連合軍側としたら。ちょっと油断が過ぎるな最近。
まずは敵の空母。アングルドデッキは自動で装備されるので、空撃隊味方の航空機の離発着はスピーディーになってるはずです。もうちょっと艦隊の位置を近づけましょう。敵の艦隊にこれが京都出る可能性ももちろんあるんですが、いやー艦隊やっぱり分散したのが良くなかったですね。沈めきれない。飛行場に飛行機をちゃんと配備していなかった、この2つだな。そして夜になるね。夜の間撃たれるだけですね。なんとか防衛はしたもののダメージは出てますね。いやここはなんとか取りたいな。今回戦いが全て微妙な状態なんでね。敵に艦隊が出てるかどうかですよね。まずは一つ、
まずは敵の飛行場1つ目確認してます。ここで雨か。そうすると雨のうちに艦隊を北上させましょう。工場ありましたね、ここに。ちょっと無駄なダメージ受けたな、今のも。くそ、ここにも飛行場がある。さてさて、ちょっと運用的にどうなんだいというのがいくつかありましたね、今回は。まずはアフリカ西海岸だよね。この艦隊無駄にダメージを受けたので、マダガスカルに一度戻しましょう。で、希望砲は希望砲で一度艦隊を止め置きます。で、カナリア沖に進行した艦隊、これは、まあ、出戻りで戻ってるはずなので、ジブラルダルでドック入り。で、忘れないうちにジブラルダルには航空機の配備を行いましょう。はい、では今回は一旦ここまでにしておきましょう。まあ、むやみやたらに戦力を分散するとやっぱり連合軍の反撃に遭うというのと、イギリス、アメリカ、それぞれで戦うというよりかは、もう本当に彼らは連合軍ゆえに、日本対英米と、まあ、そういうねイメージで戦っていかなきゃいけないなというのを感じました。あとですね、ちょっと忘れないうちに忘れちゃうんで、アフリカの西海岸、ここ大量の鉄が取れると、アルミですね、取れるんで輸送船だけ配備しておきます。では次回はですね、まあ、一つはカナリア沖、ここをやっぱり取らなきゃいけないので、ジブラルタルに艦隊を増強で、希望砲にいる艦隊を動かせないので、マダガスカルにいる艦隊、これ回復しているので、これをですね、アフリカ西海岸に駐留させます。では、次回この続きをまたプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。